はい、ではそれではお時間になりましたので、ただいまからセッションに、西洋ゼフ学園小学校様のセッションの方を始めさせていただきます。では西洋ゼフ学園小学校河野先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。西洋ゼフ学園小学校で、BYP コーディネーター、それから、教頭を兼務しております河野と申します。よろしくお願いいたします。PYP コーディネーターというのは非常に大変なお仕事でして、なかなか教頭と兼務しているというのは、ないかと思うんですけども、実はもう一人、PYP プロ、カリキュラムコーディネーター、としまして、小堀という教員がおりまして、彼女が普段 その、ユニットのミーティングですとか、全体を見渡したりですとか、そういった、現場サイドのところは、やっておりまして、2人で、お互いこう補い合いながらやっていると、そんな形で今進めております。今日私の方から、本校の PYP カリキュラムプログラムについて全体的なお話と、あと各学年の、個別の子どもたちの姿などについても伝えさせていただければと思っております。よろしくお願いします。それでは、画面を共有して、お話し進めさせていただきたいと思います。国際バカロレア初等教育プログラム、IBPYP ということで、こういったことについてもお詳しい方もいらっしゃれば、今日初めて聞くというぐらいの方もいらっしゃるというふうには伺っておりますので、そのような前提でお話を進めていきたいと思います。まず本校が IBPYP を導入して、現在に至るまでの経緯というところなんですけども、PYP の認定校になりますには、まず、候補校というものになりまして、でそこから、最低2年間、プログラムを運営をして、で評価訪問を、認定訪問を受けて、認定申請をして、評価をいただくというような流れになっております。でこの探究のユニットというのが年間6ユニット、6つのユニットがありまして、単元のようなものなんですけども、本校の場合は、大体6週間ぐらいかけて1つのユニットを行っておりますが、その6つのユニットをいきなり始めるのもなかなか大変なので、まず一番最初2014年度に1ユニットから始めてみようということで、まずはトライアル始めていました。そしてその次の年2015年度に3ユニット、それを3つまで拡大をしてやってみようということで行いました。でその年度の最後3月ですね、2016年の3月に PYP の候補校ということで IB の方に申請をいたしまして、まずは候補校になりました。そしてその次の年度、いよいよ6ユニットフルのユニットを1年間回して、さらにもう一度2017年度6ユニットを運用をいたしまして、2017年の11月に IB の方から認定訪問を受けまして、IB の求めるようなそのユニットの運営ちゃんとできているかとか、体制が整っているかとか、教員の関わり方、参加の仕方、プログラムへの参加の仕方っていうのは妥当かどうか、そういったことを評価をいただきまして、でその後 PYP の認定申請して、その次の年2018年の1月に認定を取得というような流れでありました。それまでにも、インターナショナルスクールさんなので、PYP のプログラムやってらっしゃる学校はいくつかあったんですけども、いわゆる日本の一条校、普通の学校という言い方変なんですけども、一条校として、PYP の認定を取得したのは本校第1号ということになっております。そして、今年度でちょうど認定を取得してから5年経ちますので、5年経ちますと5年に一度の評価訪問というのがあります。これは、認定を取得してから、その後その IB の定めるような、体制でしっかりと運用ができているかとか、毎年その、セルフスタディという形で、自分たちの学校の今の現状がどうか、そしてまたより良い教育を提供していくためにどのような見直しをやっていくことができるのか、そういったことを毎年毎年見直しをしながら進めていくんですけども、もうその5年間かけて行った成果が今どうですかということを、5年後に IB が、エヴァリエーションビジットということで評価訪問に来られます。それが昨年の11月でした。
で、まあ、通常はその IB の方が実際に学校に来て評価訪問するんですけども、まあ、コロナということもあり、オンラインでの、ビジットを受けて、無事、評価訪問を終了したところでございます。そして、まあ、本校がこの IBPIP を導入するに至った経緯というところなんですけども、ちょっとこれは後の話ともつながってきますので、少しこの本校の初代校長、勝野巌神父のお話をさせていただきたいと思っているんですけども、まあ、本校の創立に深く関わられた初代校長の勝野神父ですが、もともとは長野県のご出身で、高校卒業と同時にカナダに移住をされました。お兄さんが先に行っておられまして、でカナダの製材所で働き始めたんですけども、そこでキリスト教と出会われて出会いまして、そしてニューヨークの修道院に行かれて神父になられた。でその後、またバンクーバーに戻ってきまして、日本人コミュニティの中で布教活動をしていたんですけども、ちょうど戻って1年目、始めた、布教活動を始めた年に、太平洋戦争が始まりまして、そしてカナダと日本も交戦状態ということになりました。そうしますと、アメリカ、ま、特に西海岸などでもありましたけれども、日系カナダ人の人たちというのが、適正国民、エネミーエイリアンという英語では言いますが、というふうになりまして、で、まあ、隔離されるというようなことになりました。カナダの日系人コミュニティの人たちもロッキー山脈の山の中の村に移住をしなきゃいけないということになりまして、そして勝野神父もその方たちと一緒についてカナダの村に行きました。で、まあ、そこでさまざまな経験があったんですけども、まあ、その中でやはり子どもたちをどうしていくのかということで、そこで小さいながらも学校を運営したという経験がありました。そのことが非常に大きな経験でありまして、で終戦を迎えて日本に戻ってきたときに、まあ、日本も戦後の社会非常に混乱を極めておりましたので、まあ、その中でこれから その日本を背負って立っていくということに何をすればいいのかというときに、やはりカナダでの学校での運営の経験がありましたので、これから その子どもたちを、日本の将来を背負っていく子どもたちを教育していく、まあ、そういう学校をやろうということで、まあ、本校の設立に至ったといったような経緯がございます。まあ、ですので、その本校の見学の精神というもの、この勝野神父がおっしゃっていることがあるんですけども、まあ、それが非常に大きくつながっているというところであります。それは何かと言いますと、この左側の青い字で書いてあるものですが、この世のさまざまな問題を他人事にせず、自らの課題として積極的に捉え、人々の真の平和と幸福を作り出す人を育てる。これを見学の精神としております。カナダでのその戦争の時の経験、そして実は移住したそのロッキー山脈の山の中の村というのも、彼ら自身も大きな問題を抱えておりまして、実は日本の日系人の人たちを迎え入れることで、彼ら自身も助けられたこともあります。そしてもちろんその日系カナダ人の人たちも行く当てがなくてさまよっていったところを受け入れてもらって非常に助けてもらったり、そういったところがありました。そして IB のミッションですけれども、右側ですけれども、IB というのはもともとは共通の受験制度というところもあるんですけれども、やはり欧州も第二次世界大戦で戦場になって焼け野原になりましたので、この戦争、平和といったことに対して教育の負うべき責任、まあ、逆に言いますとその平和のために教育ができることは何だろうかと、教育が果たす役割は何だろうといったところも非常に大きな中心のテーマとなっております。そして多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、より良い、より平和な世界を築くことに貢献する探求心、知識、思いやりに富んだ若者を育成する。まあ、この2つ並べて言いますと、まあ、我々はこれを見たときに、もちろんその教育制度としても非常に素晴らしいものではあるんですが、その根底にある哲学ですとか思いといったようなものを同じくするものとして、この PYP、IB をぜひ導入しようということになったわけでございます。そして IB、PYP の特徴なんですけども、探究型概念学習というのが大きな特徴の一つであります。探究ということをおっしゃりながら概念を学ぶというのが IB の特徴です。で、概念ですので何か正解が
必ずしもあるわけではありません。何か問題があってどうですか、でこう、A です、B ですと言って、丸です、パスですと言ったような学びとはかなり大きく違っています。いわゆるオープンエンドな問い、なぜでしょう、どんな特徴がありますか、どんな働きがあるでしょう、まあ、そういったことを探求していくということを通じて、概念についての理解を深めていきます。そして、エージェンシー、これは児童の主体的な学びといったようなところでしょうか。後でもう少し詳しく説明いたしますけれども、まあ、これを非常に重要なものとして捉えています。そして、先生は伴走者と書いているんですが、私が受けた小学校の教育なども本当にそうですけれども、先生が児童の前に立って、黒板の前に立って、板書をして、で児童はそれを一生懸命写して、そして問題出して、答える。それが最後にテストがあって、100点取れる、100点に近い人がよくできた人、そういったものとは全く違いまして、先生は逆に子どもたちの横、もしくは後ろに立ちながら、同じ課題を見ながら、なんでだろうね、どうなっているんだろうね、まあ、一緒に考えていく、まあ、そのような学びだというふうにご理解いただければと思います。ただですね、児童の主体的な学びということで、子どもたちにお任せして、何をやりたいですか、どうしたいですかということだけでいきますと、子どもも迷子になってしまいますし、先生も収拾がつかなくなってしまいますし、あまりいい学びにならないということがあります。では正解のない問いということであれば、じゃあ児童は一体何を目指して学ぶのかということなんですけども、本校では子どもたちは、探究の中で、とことん調べます。そしてその結果についてとことん話し合います。そしてとにかくやってみます。そういったサイクルを何度もぐるぐる回していく、そのような学びをしています。そういったことをこう突き詰めていく中で、もうこれ以上何を変えても今より良い結論にはならないだろうっていうところまでたどり着きます。それを最適解というように考えております。そしてここまでやったんだから、ここまで考えて最適解にたどり着いたんだから、まずはやってみて、でうまくいかなくても、まあ、その結果は受け入れるしかないね。それを納得解というように考えております。ですので、みんなと話し合う、お互いの考えを交流する、そしてトライアンドエラーでやってみて、ダメならまた変えて、またもう一度話し合ってと、そういったことからこの最適解納得解を目指していく、そのような学びだと思っております。そして児童の自律的で主体的な学び、エージェンシーということを PYP では非常に重要視しておりまして、このボイス、チョイス、オーナーシップ、この3つが重要だというふうに言っておりまして、ボイスというのは何ですかというと、声ですから、児童が意見を発する場が保障されている。何かしら自分の意見を言うことができる。そしてチョイス、児童に選択肢がある。これをやりなさいではなくて、いくつかの中から児童が選び取ることができる。そのことによって、オーナーシップ、学びを自分ごととして捉えて、主体的に、自律的に学んでいくことができる。このような姿といいますか、学びの姿勢というものを大事にして育んでいっております。そういった中で、児童の姿、どのような姿が見られるかといいますと、まあ、できるかどうか、聞いてもらえるかどうかは分からないけれども、とにかく、自分の意見を、ちゃんと言って、それを、聞いてもらうことができる、そういった場が保障されておりますので、自分は受け入れられている、ありのままの自分でいいんだという自己肯定感が育まれていきます。そして、まあ、失敗はするかもしれませんけれども、みんなで考えてやった最適解、納得解、それをやると、周りの世界を良い方向に自分たちの力で変えていくことができる。そして、まあ、失敗したとしても、そこらまたそれを糧にしてやり直していけばいいんだ、立ち直っていけばいいんだ、そういったいわゆるそのレジリエンスというもの、そういうその自己高揚感、自己有用感といったものが含まれていきます。それと本校の校訓ですが、本校はカトリックの価値観に基づく教育を行っている学校でありますので、本校の校訓は信望愛というものであります。子どもたちからしてみると、自分たちのことを信じ、そして周りをより良い世界へと自分たちで変えていくことができる、そういったことを希望し、そして愛を持って周りの人たちと
一緒にこの学校生活を送っている、そういったような姿が含まれていきます。そして我々教員の側も、カトリックの学校ですので、子どもたちの中には、神様からいただいた、賜物、そういったものがあって、そういうことを信じておりますし、またそれを私たちが育て育んでいくことで、より良い子どもの成長につながっていくだろう、そういった希望を持っております。そして教員すべてが歩んで子どもに接しているといった学校であります。児童を信じて、その内側にあるもの、そういったその力の芽生えをじっくりと待つ、そして子どもたちの主体性が発揮されていくのを待つ、そういった教育が PYP だと思っておりますし、それがこれまで70年の学校歴史やりますけれども、本校が目指してきたところと一致するところかなというふうに思っております。で、実際に先生方がどんな形でこのプログラムを回していっているのかというところなんですけれども、ちょっと見にくいページで申し訳ないんですが、一番真ん中にありますこのウィークリーミーティングというものですね、毎週週に1回、これはもう時間割上組み込んであります。これは学年団の教員、本校は副担任制を取っておりますので、担任の先生と副担任の先生、そして学年によっては学年好きの教員もおりますので、その、2クラスしかない小さな学校ではあるんですけども、その2クラスの担任、学年の先生が毎週集まって、今週の探究の流れがどうだったか、そして来週の授業に向けてどのようにしていくかということを毎週振り返りとプランニングの会議を行っています。そしてそのプランニングの会議、これはですね、そのユニットを行う前にそのプレプランニング会議というのをやります。これも学年の教員団で集まりまして、そしてここはもう本当にブレインストーミングのような形で、このユニットがどんなユニットで、どういうことをやるユニットで、どんな子どもたちの姿を目指すのか、そしてどういったことを活動して行っていくのか、そもそもここで探求する概念はどういったものか、そこをまずはしっかりと教員先生方が話し合って共通理解を持っておく必要がありますので、そういったミーティングをまず行います。その後プランニング会議というユニットの設計をする会議があるんですけども、これは2学年合同で行っています。これは他の学年のプランニングの内容も聞くことによって、非常に参考になるところもありますし、逆に他の学年からそのプランに対していろんなこの意見ですとかインプットですとかすることもできますし、あと質問を投げかけることで、その実際にやる先生方が気づかなかった視点とか、そういったことも出てくることがありますので、プランニング会議は2学年合同で行っています。そしてこれがですね、年間6ユニットありますので、ごめんなさい、プランニングが終わってユニット6週間終わりますと、最後にリフレクション会議というのを行います。これはプランニングの時と同じ学年2学年合同でやるんですけども、実際にこのユニットを行ってみてどうだったか、成果はどうだったか、ラーニングゴールとそのサクセスクライテリア、その適切だったか、そういったことを振り返りを行って、そして次年度にまた反省点があればつなげていくというような形で、これをプレプランニング、プランニング、そしてリフレクションというのがユニットごとに行われますので、これが年間に6つのユニットで6サイクルで回っております。そして最後ですね、年度の最後に POI という、これはプログラムオブインクワイエリー、いわゆるその探究のカリキュラムです。これを作成して、カリキュラムを進めているんですけども、年に1回、POI 作成会議ということで、見直しの会議を行っております。1年間36、6ユニットの6学年で36のユニットを行って、見直すべきことはないか、それから全体のバランスが取れているか、そういったことを見直しを行っております。もちろん最初からこういった会議ミーティングのサイクルを回すわけではなくて、認定を取ってから5年、その前から数えますともう8年ほどこの PYP のプログラム運用しておりますので、その中で先生たちも徐々に理解とそれから実力をつけてきましたので、ようやくこの数年こういったことが
しっかりと先生たちも動けるようになりましたし、意味のある会議にすることができるようになってきた、まあ、こういったその教員団チームというものが非常にこう力をつけてきたというところが、まあこの数年間の財産かなというふうに思っております。では少し前、前段前話が離れなくなってしまいましたが、児童の学びの様子、実際にじゃあこの PYP のプログラムをやっていて、子どもたちがどのような学びをしているか、どのような姿かというところを紹介していきたいと思います。まず一番最初、1年生の探究の様子、ユニット1、一番最初のユニットです。セントラルアイデアという、まあ、探究のテーマがあるんですけども、それは身の回りには限りない発見と疑問の種があるというテーマになっています。これは教科を超えた枠組みといろんなその領域があるんですけど、領域で言いますと、Where we are in place and time、 私たちは今どのような時と場所を行って生きているのか、そういった領域でのユニットです。一番最初にユニット開きとしまして、このセントラルアイデアを模造紙に先生が書きます。そして概念に該当するような言葉、身の回り、限り、発見、疑問、種といったところに線を引きまして、その言葉について子どもたちが今頭の中に何があるかということをどんどん言ってもらいます。先生はそれをひたすら書きます。で、一言一句たがわず言った言葉をそのまま書いていきます。で、分かりやすいように、まあ、色分けをして、書いていきます。例えば身の回りというと、今いるところ、私たちの周り、そういうものが出てきますし、例えば限りないですと、いっぱいある、おしまいではない、それから進む、まあ、いろんなその言葉が出てきます。で、これをベースに、ここが今みんなの出発点だねということで探究を始めます。そしてこれ何をするかというとですね、学校探検をします。これは今までも PIP、IB 導入前からも1年生一番最初の4月に学校探検っていうことをやっていたんですけども、まあ、それをそのまま探究のユニットの活動として取り入れました。今までは自分たちの学校、通う学校のことをまずは知りましょうというだけだったんですけども、そこで見つけたこれなんだろうとか、これどういう、何のためにあるんだろうとか、そういったものをどんどん探していく、そういう活動にしています。で、まあ、1年生の子どもたちが行列になって、まあ、先生が先導するんですけども、学校の中をどんどん歩いていくんですけども、まあ、これを見ると、まあ、私も含め先生たちは、ああ、また4月が来たな、1年生が学校探検してるなというふうに思う、ちょっとまあ風物詩になっているような活動でもあります。そして学校の中だけにとどまらず、学校の近く、これは近所の交番ですけども、交番に行って、おまわりさんに少し何か聞いてみたりとか。まあ、そのようなとこも、学校から少し、飛び出してもいきます。そして疑問に思ったもの、発見したもの、自分で選んで、私はこれにしますというものをまず選んで、そしてそれについて、調べます。先生ですとか、職員の人とか、用務さんとか、そういう人にこれは何ですか、何をするためのものですか、なんでここにあるんですか、そういったことを自分たちで調べていきます。そして調べて分かったことを最後、発表します。グループで調べて発表するんですけども、自分が選んだものを iPad で、まだ1年生ですので、先生に頼んで写真を撮ってもらって、そしてそれについて、インタビューをして、分かったことについて、これは子どもたちがいつも遊んでいる場所ですけども、遊んでいる場所のこの柱、今いてあるこの緑の、マットは何々です。これはぶつかると危ないので怪我をしないようにここに巻いてありますといったようなことを発表していきます。まあ、このようにしまして、ヨゼフの1年生の子どもたちは、自分たちの周りの世界には、いろいろな不思議なもの、面白いもの、ドキドキワクワクするもの、そういったものに、囲まれて私たちはこれから学びを進めていくんだということで、最初の探究のユニットがスタートをします。そしてではそれが今度6年生になったときにどうなるかということです。6年生のユニット5、冒険を繰り返し自らの生き方を見出すというユニットです。6年生のユニット6は、エキシビションといいまして、1年かけて行う、最後に発表を行うユニットですので、このユニット5が実質的な
一番最後のユニットになっています。強化を超えた枠組みの同じく、ファイアウェアインプライス&タイムです。そして、このユニットでは冒険ですとか移住ですとか移民、そういったことをテーマにしておりまして、まず冒険聞いたときにどんなことが出てくるかというのをひたすら黒板に書いていきました。で、いろいろなその、冒険と探検の違いとか、危険だとかいろいろ出てきますけれども、やはり、人生とか人生も長い旅、それも冒険だなんていう意見も出てきます。そしてここで私がちょっとゲストティーチャーで授業をしたんですけども、ここで本校の初代校長の勝野神父の人生について、非常にこう冒険に満ちた人生でもありますので、それを子どもたちに話をしました。そのカナダに移住をして、そこでカトリックと出会って神父になり、そして戦争が起こり、そこでの経験から学校の設立ということにたどり着き、そういったことからできた学校に皆さんは通っているんですよ。でその中でいろんな人にいろんな冒険がありますので、この中で冒険探しをしましょうというようなことで付箋に書いてまいればいくといったような活動を行いました。こういったその学校の歴史とか、その創立の方とか、そういったこと自体もその教育のリソースとして非常に大切にしております。そしてこれは横浜のジャイカの移民館というのがありまして、博物館のようなものが、博物館資料館ですね。そして学芸員の方がいて説明をしてくれたりですとか、そういったことがあるんですけども、ここで、その日本の人が、の移民の歴史、移住の歴史といったようなことを調べて学びました。そして、この後にですね、学校の先生でもさまざまな移住ですとか移民ですとか、そこから人生がどうなっていったかといったいろんな経験をしている人がいますので、そういった方をゲストティーチャーとして招いてお話を聞いたりということをした上で、ではこれから その自分の長い人生、それを冒険と捉えて、どのような選択肢があって、どのような人生の岐路があって、そして将来どういうそのキャリア、人生を自分たちは生きていくのか、そういったことを調べて考えてまとめる、そういった活動を行いました。マイライフというですね、もので、後ほど作品はご紹介いたしますが、それを最後は全員分を文集のように冊子にまとめました。で、どういったものかといいますと、例えばこれですけども、中学校、高校といって、この子はですね、最後、将来なりたいものとして、弁護士、それからイラストレーター、小説家、結構バラエティ飛んでますけども、そのためには、どんな大学に行ってどんな資格がいるのかとか、どういう勉強をして、どのようなその特技があると、そういったものになれるか、そういったものをまず調べました。そしてまとめたものがこの左側ですね。で、例えば弁護士ですと、どういう資格が必要で、どんな勉強をしなければいけなくて、例えば年収はじゃあどれぐらいなのかとか、そういったようなことを調べてまとめています。この人はですね、この人も、とってもミステリーが好きな人で、推理小説とか小説家になりたいというふうに思っているんですけど、それと合わせて、その司法試験で、検察官になりたいというような夢を持っている人で、いろいろと調べています。それから、なぜかピアノの調律師になりたいそうでして、そのためにはどんな勉強をして、どういうメーカーがいるのかとか、調律師に必要な、スキルはどういうものなのか。仕事の内容はどういうもので。で、将来住みたい場所というのもここに書いてもらったんですけども、この仕事をするならこういうところに住むとか、なぜそこに住みたいかとか、そういったこともまとめてもらっています。この子は、この人もあれですね、財務省の職員になりたいそうですが、財務省麻薬探知犬訓練士から英国に行って獣医さんになりたい。そうすると、イギリスに住むとなると、どうかとか、どんな生活になるかとか、そういったことを調べてまとめています。この人の場合は、なりたいものごとにどういうルートがあるかとか、調べてみたりですとか、で、この子はメイクアップアーティストになりたいそうなんですけど、今すでにですね、化粧品
検定士ですか、なんかそういう資格があるそうでして、まあ、そういった勉強もしたりしています。これは男の子ですね、パイロットになりたいっていうのは。これも男の子で、この人は、この電気工事の、その資格があるんですけども、それを取りたい、電気工事士の資格を取るんだというふうに言ってます。それは何でかっていうと、以前エアコンにを直しに電気工事の人が来て、まあ、非常にこうテキパキと直してくれた、まあ、その姿にすっかり感動して、僕もこれを勉強したいというふうに思ったそうです。ちょっと時間がだいぶ、もう押してきましたので、まだまだ紹介したいものがたくさんあるんですけども、こういった、まあ、非常にあの個性が出てきます。この子はイラストがとっても大好きで得意な子だったりですとか、まあ、この書き方、まとめ方についても、あの、まあ、一応の大枠のフォーマットはあるんですけども、あとは、児童が自分で選んで、そのまとめ方を考えたりですとか、そういったその選択の自由もあると、そういう活動になっております。ちょっと駆け足になりましたけども、私のお話は以上になります。本校の教育、それから PYP、IB、PYP について、少しでもご理解が含まれましたら幸いです。ありがとうございます。ちなみに、先ほどの冊子ですけども、このような形で、6年生の先生が試験をまとめてくれまして、で、これは他の子のものも一緒に共有できている。はい、このような形になります。はい、ありがとうございます。貴重な資料を提示いただきましてありがとうございます。はい、それではですね、質問が来ておりますので、先生ちょっと、お答えいただければと思います。はい、先生のお話の中に、まあ、子どもの主体性のみに任せると子どもが迷子になってしまうというお話ありましたけれども、まあ、そうならないように具体的にどのようにガイドをしていらっしゃるのか、それからまあ、セントラルアイデア概念をどのように提示しているか教えてほしいところ、まあ、セントラルアイデアは先ほど中にございましたけれども、まあ、例えば概念ですとか、まあ、ADL スキル等々どのように、子どもたちと共有しているか、それから、まあ、例えばその、まあ、教科の学びですよね、教科の学びの中にどういうふうに重要概念ですとかADL を取り入れているかということを教えていただきたいというご質問来ております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、子どもの自主性だけに任せてしまうと、まあ、そもそもユニットの内容がばらけてしまいますし、そのやるべきこと、抑えるべきことっていうのが、おろそかになってしまうっていうところもありますので、ある程度その活動の内容というのは教員の方でプランニングの中で決めています。で、まずはこれをやるよというような形で、それは子どもたちに提示をします。ただその中で、そうですね、例えば、まあ、発表したいと、調べたことを発表したいとか成果を求めたいというときに、まあ、それをその文章でまとめるのか、その写真を使って、その資料を提示するのか、グラフを使ってやりたいのか、まあ、そういったところにその子どもの選択肢があったりとか、その子どもの、得意不得意、を何て言いましょう、自分たちでこう選んでやっていけるように、まあ、そういうところに選択の自由があるという、そのようなイメージです。でそして概念の提示ですけども、一番最初のユニット開きの時に、先ほど模造紙に書いたものを例としてお見せしたんですけども、早くだしでセントラルアイデアをまず先生が書いて、子どもたちに提示をします。でそしてその概念に該当するところに、まあ、アンダーラインを引いて、でそれぞれ その概念、言葉について、今、その子どもたちの中にあるものをどんどん引き出していく。でそれを最後、ユニットが終わった後に、一番最後に振り返りシートって大体書きますので、でその時に、このセントラルアイデアについて今どのように、考えていますかとか、それを自分の言葉で、改めて説明してください、というようなことを書いてもらいます。でそうすると、一番最初自分たちが、このセントラルアイデアとか概念について、持っていたもの、それが模造紙にこう書き出されてますので、まあ、それと比べて6週間のユニットが終わって、今、じゃあ自分がどうなのかというのを、まあ、自分で振り返る。まあ、そのような形で、提示をし、振り返りをしています。でそれから ATL ですとか、そういったスキルについては、
教室の、まあ、廊下の壁にですね、ユニットの概要というのは必ずユニットごとに貼り出すんですね。それはユニットの最初に貼り出しています。ですから、まあ、今回はスキルで言うと、リサーチスキルの、こういうのをやるんだよとか、思考スキルの、批判的思考っていうスキルっていうのをやるんだよとか、そのあたりは子どもたちに説明をして共有をします。それから最後 そのサマーティブタスクというまとめの活動があるんですが、そこで、その評価基準というのをルーブリックというのを使うことが多いんですけども、今回のサマーティブでは評価のポイントはこれとこれとこれです。で、例えばその批判的思考スキルであれば、こういうことを考えられて、こういうその内容がしっかりと書けているかどうかとか、そういったその評価の基準を子どもたちと共有して、でその上で、サマティブタスクスタートしますので、ですから子どもも今回は、このスキルについて、一生懸命頑張ればいいんだとか、その時に、ここがクリアできるように頑張ればいいんだ、というのを共有した上でやりますので、できた後でどうなったかっていうのを自分でも評価しますし、友達同士でも評価したり、もちろん教員からの評価もあったりとか、そんな形で進めております。はい、ありがとうございます。特にスキルはですね、子どもたちがやっぱりできるようになることというので、まあ、そのユニットおよびその、まあ、年間を通してどういう力をつけていくかというのを明確にされて、授業をされているのかなというふうに感じました。やっぱり自己の振り返り、それから、ピアアセスメントであり、まあ、教員からの評価でありというのを、まあ、含めながら、そのスキルというのは学び方なので、アプローチツーラーニングなので身につけていくように先生方も努力されているのかなと思いました。で、それに関連してですけれども、これ私もすごく興味があるんですけれども、キーコンセプトですよね。探究の流れがそれに付随してユニットですと明確に出てくるんですけれども、例えばこれを授業の中でどのように活用して、学習とか探究を進めているのかというのをお伺いしたいというご質問来ております。よろしくお願いいたします。はい、キーコンセプトというのとキークエスチョンというのがセットになっていると考えてます。で、実際そのセットで授業では使うことが多くて、で、子どもたちには、キーコンセプト、キークエスチョンっていうのは、その探究のためのメガネだよというふうに言ってます。で、例えばフォームであれば、形態とか形状とか特徴なんですけども、そのキークエスチョンはどんなものとかどんな形とか、どういう特徴があるっていう、その形とか色とか形とか特徴とか、そのフォームっていうメガネをかけて物事を、ひたすら、見てみる。で、一番最初のラインの1は、フォームだから、じゃあ、ひたすらその特徴について、探究しようね。で、その次は、ファンクションだよ。で、今度は、形のメガネを外して、その働きとか機能とかどういう効果があるかっていう、その、ファンクションのメガネをかけて、じゃあ物事をひたすら見てみようっていうふうに、やってます。で、そうですね、5年生6年生になるともキーコンセプト、全て子どもたちからどんどん出てきますし、じゃあ次のラインは、パースペクティブよ。いろんな見方あるね。じゃあちょっといろいろ、人の見方から、相手の立場から見たらじゃあどう見えるかな、みたいなことでやってるんですけど、割と、ずっと1年生からやっていますと、子供たちも、自然と、なんていうか、それを使いながら探求できるようになってます。はい、ありがとうございます。ものの見方としての、重要概念があり、それに付随する、問いですよね。問いを立てながら、学びの方向性を自分たちで決めていけるようになると、例えばそれをしていくことによって、リサーチの精度も上がっていくような形になっていくのかなというふうに感じました。あとですね、これは私もすごく痛感をしておるところですけれども、学習指導の内容を、意識しながらこの、POI であり UOI でありに取り組んでいく中で、時間が足りないという強く感じてらっしゃる、PIP 校で勤務してらっしゃる先生からですけれども、先生のお立場から、タイムマネジメントでしたり、その働き方という部分に関しても、工夫されていることとか、意識されていることがありますかというご質問が来ております。
そうですね、そこは本当に私たちも困っているところでして、もう時間がいくらあっても足りないんですよね。で、教科書っていう内容もありますし、学習指導要領の内容もありますので、やはり今一度指導要領に立ち返って、でこの単元で求められていること、子どもたちにつけてほしい力、身につけるべき知識技能っていうのは何か、というのをちょっともう一回紐解いて掘り起こしてみて、でそれをじゃあこの探究のユニットの中ではどういうふうに実現していくか、そんな考え方でやっています。で、教科書ではこういうことを覚えましょうみたいなのも出てくるんですけども、でも必ずしもそれが学習指導要領でマストではないということもありますので、そのあたりは本当に内容を精選してやっていくしかないかなというふうに思っています。あとはその教科融合型、教科横断型っていうんですかね、トランスディスプラリーのいいところでもあるんですけども、教科によって似たような内容をやってることってやっぱ結構ありますので、よく例としてお話しするのは、理科と社会で水についてすごく似たようなことをやってるんですね。で理科では、蒸発とか、それが雲になって雨が降ってとか、水の循環ですとか、でそれが、削って、どういう地形を生み出すかとか、でそのために、緑のダム、森の機能が重要だとか、あとはその防災とか災害、土砂崩れ、どういうことが起こるかとか、そんな話が出てくるんですけど、社会でもほとんど全く同じような内容をやってまして、で社会の場合はそこに浄水場とか下水処理場とか、そういうのが入ってくるってことなんですけど、そうすると別々に学んでいると重複して時間を取らなければいけないものをまとめて学ぶことができると、そこで、時間の節約というか、効率的によりつながりを持って幅広い深い学びができるかなと思うんですけど、そういったところでなんとか時間を捻出しているところです。そうですよね。学習指導量が、ある以上ですね、私たち一条項としてはそれをどのようにきちっと網羅という方は良くないですけれども、どういうふうにそれをカリキュラムデザインしながら、それに取り組んでいくかということが、大事な部分に大事な時間をかけていくという形につながっていくのかなというふうに先生のお話を聞いて感じました。先ほどのマイライフのことですけれども、その自主性というのはどの程度尊重すべきですかというのがありまして、例えば、社会的に受け入れがたい職業を、選ぼうとした場合に、保護者であり、教員でありという、コミュニティのメンバーというのはどのように対応していけばよいですかというような質問が来ております。そうですね、やはり教育の現場ですので、それにそのふさわしいもの、ふさわしくないものっていうのはやっぱりあると思います。もちろんその子どもの気持ちとか思いっていうのは大事にしてあげたいとは思うんですけども、そういった例がちょっと出てきた場合は、まずはその子にじっくりと話を聞くと思います。このマイライフのユニットではないんですけども、エキシビションをやっている中で、エキシビションというのも子どもたちが自分でテーマを選んで、で、それについて1年間かけて探究をしていくんですけども、その中で銃を、ピストルとか、マシンガンとか、ライフルとか、そういう銃というのを選んテーマに選んだ子がいてですね、で、やっぱりちょっと周りの子たちも、教員もですね、それをテーマにするのはちょっとどうなんだろうというふうに思ったんですけど、ただやっぱりよくよくその話を聞いてみると、アメリカでいうところの その、身を守る権利ですとか、自衛の権利ですとか、でそれに対して、その社会のとのその圧力みたいなものがあって、すごく重要なテーマなんだということをその子は言ってまして、で実はその子はものすごく英語も得意でですね、全米ライフル協会のいろんなサイトとかもですね、見ていて、でこういう議論があるとかですね、すごい調べているんですね。ですから、そういったその何て言うんでしょう、真剣に考えた上での選択っていうことであればそれはいいと思うと。でアメリカでも本当に議論になってるぐらい重要なテーマなので、それをちょっとやってみようかっていうようなことの話をしました。だからもちろんその最初からふざけてそういうテーマを選んでいたり、むしろちょっと真剣に選んでいるんだったらそれは逆に心配だなっていうこともあるかもしれませんので、そういう場合は
まあ、他の先生方とかご家庭とも連絡を取ってっていうことになるかとは思うんですけども、なので、まあ、なんとこれまだそこまで心配しなきゃいけないようなケースはないんですけども、まあ、そのような形でまずは話をしっかりと聞いてあげるっていうことかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、子どもの思いを中心に置きながら私たちがそれをファシリテートしていくという形ですよね。まあ、共に学ぶものとしてそこに伴走していくという形になるのかなというふうに感じております。まだちょっと質問があるんですけれども、お時間になりましたので、こちらで、まあ、セッションに、西洋図復学園小学校様の発表を、終わりにさせていただきます。河野先生、貴重なご発表どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本日は、どうも午後の大切な時間を学びのために使っていただきましてどうもありがとうございました。また、大和幼稚園の先生方、それから河野先生、貴重なお時間を使っていただき、大変参考になるご発表をいただきまして本当にありがとうございました。感謝申し上げます。それでは皆様、この後も、また学びを深めていただければと思います。これにて、このセッションを終了させていただきます。どうもありがとうございました。